ね、基本的に2級でやってること何も変わんないですよ、これ。あ、ちょっとこれだけは少し違いますけどね。どうですかね。うん、この仕分けとですね、この仕分けなんですよ、要はね、この日本の仕分けをガチャンと合わせてるのがですね、皆さんが普通で計算してる返し仕分けだったりするんですよ、ね、この仕分けを一本化してるだけなんですよ、皆さんの仕分けね。うん、でもね、僕はね、それ分かっちゃったら別にいいけども、ね、分かるまではですね、本当に人に説明できるレベルで、その仕分けが分かっちゃうまではですね、この2つに分けてくださいって言ってますね。うん、慣れちゃったらもちろん1本でやってほしいですよ、ね。うん、でも慣れるまでですね、慣れるまで違う、はっきりと分かるまでですよ、はっきりと鮮明にこういうのが分かるまで、まあ、やっぱりね、2つに分けてやった方がいいです、ね。で、僕らはこれ熟成にもう口酸っぱくなるほどいいと思いますから、これね、分けろ分けろと、ね、一本でいきなりやっちゃうと後で暗記になってもう訳分かんなくなるから、ね。うん、特にこうやって授業分に見たら難しいやつになると本当もお手上げっていう風になっちゃうんでね、うん、で普段から分けときなさいって僕は言ってます、ね。まあ、皆さんもね、この動画見てる方はね、僕の連結セミナーを一回見て、ね、多分いらっしゃった方が多いと思いますからね、スムーズに入ると思うんですけど、もしかに、ね、もしかに連結ね、僕のセミナーね、再生リストにある連結会計セミナーってやつ見ないでいきなりこれ見ちゃってる方はね、多分ここら辺がうんうんうんってなっちゃってるはずなんですよ、今ね。もったいないです、もったいないですね。僕の連結セミナーに戻ってくださいね、必ずね。うん、時間一件かかるように思うかも分かりませんけど、それが近道です、むっちゃ近道ですね。うん、分けるっていう発想をはっきりと理解するとね、いうところに戻ってくださいね。うん、そしてからもう一回こっちに来ると、なるほどとね、言ってたことが分かったというふうになりますからね。はい、ということでね、もしかにちょっとめんどくせえからいきなり見ちゃえみたいな感じと思って今見てるあなたはですね、必ず戻ってくださいね。はい、急がばばれになります。はい、じゃあ話戻しましょうね。